こんにちは、あなたの専属スタイリスト、さえこです。今日は梅雨前ということでね。はい、6月6日。6月6日梅雨入り予想。はい。あ、そうなんですか。はい。はい。ちょっと梅雨に本格的に入る前にちょっと準備をねしといていただいた方がいいと思うので、今日はその梅雨入り前の準備っていう動画の内容でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。梅雨に入りますけど、はい、さえこさんは、例えばクローゼットの除湿とかってどうしてます？除湿剤を、はい、結構うちは、サロンもそうだし、自宅の方も結構使い分けてて、で、まあね、除湿関係のグッズというか、はい、ものって結構ドラッグストアとかね行っていただくとたくさん出てるんですけれども、まずはこちら通販番組みたいなねこれはどういう状態になってるかっていうと、これもうね3ヶ月前にうちのサロンのクローゼットの中に入れといたもので、3ヶ月でこれだけ水分取れるんですよ。これすごくない？すごいです。ちょっとひっくり返してもらっていいですか？ひっくり返していいの？これって後ろ前逆に見えやすい私の方で見えてすいません、はい、はい、とんでもないです。そういうね、はいはい、YouTuber みたいな、はい、こういう感じでここの中に水分がどんどん溜まっていくんです。すごくない？これ、こんだけ3ヶ月でクローゼットの中に湿気が溜まるってことなんですよ、はい、これこのまま放置してたらカビの原因になるので、これ絶対やってください。で、まあ、これが水が溜まるタイプで、あともう一個これちょっと開けちゃいますけど、これこういう風にハンガーになっててクローゼットのパイプに直接かけれるんですよ。で、これも水分が溜まると中にゼリー状になって水分が、はい、溜まるっていうので、ゼリー状になっていっぱいになったらこれごと捨てるみたいなものがあって、はい、結構ね今回どんな商品あるんだろうと思って私も朝ドラッグストアに行ってきたんですけど、かなりねいろんな種類が出てます。で、まあ使いやすいのはクローゼットだったらこういうものだし、なんかこっちのものは置き型だから、まあ下駄箱の中とか、あと押し入れとか、押し入れタイプのクローゼット使ってる方だったらこれがいいかもしれない。あとはこれね、靴用、下駄箱用、これは除湿と脱臭のやつ、まあ、脱臭炭の成分が入ってるもので、これも、はい、革靴はやっぱり蒸れますので、こういう感じのものをシューズクローゼットの中に入れていただきたいと思います。いいですね、はい、ちょっとこれ実際に開けてってみようかな。はい、はい、じゃあ開けてってみます。まず、まあ、これは多分私もちょっと開け方よくわかんないこれバリッと取って、はい、このカバーを使うそうです。なんか工作系ちょっと苦手なんで、ちょっと雑にすいませんなんですけど、こういう感じで、はい、でこれをバリッと剥がして、で映ってますかね？映ってます。はい、こういう感じでセットしておくだけで、こういう感じで最初はなんていうの、お水が全く溜まってないんだけど、この中にどんどん水分が溜まっていくっていうので、いっぱいになったら捨てる。3ヶ月から6ヶ月で捨ててください。これ捨てるときはなんかね、お水を捨てて排水口とかにで捨てるそうです。不燃ごみ、自治体の捨て方でお願いします。で、こっちですね、こっちにちょっと捨てていきます。これはもう簡単、多分何もしない状態でこういう風になってる。かけるだけ？そう、かけるだけ。これなんか2階建てタイプになってて、こっちとこっち両方溜まって、もうクローゼットのパイプとかにかけるだけだから、これはなんかやることないから、もうちょっとこれのやり方ようわからんわっていう人だったらこっちの方がいいかもしれない。そうですね、はい、これも使ってください、ぜひ。はい、はい、そしてこっちですね、うん、これはね、これ1個入りなんだけど、はい、これなんかこういう状態で90度にしてシューズクローゼットの角に設置する。で、1ヶ月から3ヶ月で交換とのことです。結構短いですね。それは水が溜まるのではなく、
お水が溜まるわけじゃなくてゼリー状になるのって、だからこっちと同じタイプですね。はい、なのでこっちの方に脱臭の炭が入ってて、こっちに水分が溜まるとゼリー状になるものがあるので、なんかちょっと押してみてプルプルしてきたなっていう風になったらもう変えた方がいいと思います。はい、というわけでこういう感じでちょっといくつか使いやすそうな商品を買ってきてみましたので、皆さんぜひお使いください、はい、商品名がどうのこうのとかは言いませんけれども、まあこういう感じのものをね、迷ったらあさっさんこういうの買ってたなっていうのを買ってみてください。はい、今日は、梅雨時期の準備ですね。はい、本格的に梅雨に入る前に、脱臭、あとは脱水ですね、除湿です、除湿です、はい、除湿のね、グッズをちょっと買ってきて、ご紹介してみました。はい、この動画が良かったな、ためになったなという方はいいねと高評価、そしてコメントもぜひよろしくお願いします。